おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサクサクやっていくんですが、今回はですね、もうね、みんなにまずいご飯を食べさせようということで、こちらね、レジェンドスカウトチケット引いていきたいと思います。うちもね、噛んでね、レジェンドスカウトチケットって言えなかった気がするんだけど、まあですね、その前に無料ガチャ引こうかなと。350連貯まったので、まあ、ここでね、ちょっとバチコンね、追加パールを引いてですね、気持ちよくね、レジェンドスカウトチケットに行きたいと思います。はい、ってことでやっていくんですけど、なんかね、やっぱコメント欄とかでね、まあ、みんなね、パーニョ出てない、うん、みんなパーニョ出てない、みんななんかめちゃくちゃ偏ってる、何これってぐらい偏ってるんですよね。なんかまあどの選手とは言わないよ、もうどの選手とは言わないけど、一人だけ偏ってるんだよね。どうですか皆さん、偏ってる、ちゃんと偏ってる、コメントくれた人以外も偏ってるかな。はい、ってことで早速引いていきましょう。私はね、どうだろうね、パーニョはね、今2パーニョかな、2パーニョ、あ、 0.5 ね、うん、一応確率だけ確認させてください。2パーニョなんで、せめて今回の350連で3パーニョ来てくれると嬉しい、パーニョだけにね。うん、やばい、今ので多分みんな離脱した、動画今のでブラウザバックした人がめっちゃいるはずだ、やってもうた。さあサクサクいこう、出た、ルイスペリーラな、ルイスペリーラな、さあサクサク引いてこう、どんどんスキップしてこう。まあ今回ですね、まあ一応パーニョ欲しい欲しいって言ってるんですけど、まあ銅コイン銀コインをかき集めてね、まあ金コインにもしたいなとか思ってるので、まあ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 、おっと、2パーニョいい引きじゃない、これ。こっからあと1パーニョ来るでしょ、200連ぐらいあったら1人ぐらい来るでしょ、いくらなんでもね。これはいい引きですね、ありがとうございます。2パーニョは嬉しい。おートレント・アレクサンダー・アーノルドにプロロサリオ・マルコサ・クーニャ・リカルト・サポナーラ・セルジョイ、はーん、ちなみにね、パーニョすごく優秀なんですよね。うん、あと1人来てくれたら3パーニョなので、パーニョあと1人欲しいんですけど、3パーニョすごく優秀でね、まあセントラルミッドフィルダーなので、そんなにね、守備できないんじゃねって思うかもしれないんですけど、特徴もね、能力構成もめちゃくちゃ守備的なんだよね、彼。うん、またあと200連じゃない、あと300連もある、絶対これあと1人ぐらいパーニョ来るでしょ、これはいいね。あ、ちなみにもう3パーニョ以外誰もいらない、あとは星4選手が無限に来てくれればいい。やっぱ星3選手と星4選手の差は大きいですからね。まあ、銀コインが3000枚で100金コイン、銅コインが5000枚で100金コインなことを考えると、まあ圧倒的にね、星4選手をかき集めたいわけよ、こっちとら。星3じゃなくてね、もう最悪ね、パーニョ来なくていいから、みんな星4でもいいぐらい。おお、やべえ、7人星4来た今、これは嬉しい。やっぱ違うよね、実際何倍ぐらい、 1.67 倍ぐらい、 1.6 倍 1.7 倍ぐらいの効率があるので、星4選手は星3に比べてね、金コインが溜まるスピードがって考えるとね、あのやっぱ星4選手欲しいなとか思うんだけど、全然星5来ないね。ちょっとなんか普通に話してたんだけど、星5来なすぎん、え、この100連で星51人ぐらいしか来んかったよね今ね、やばくない、闇深くない。いや、まあいいんだよ、あの残り200連であと1パーニョぐらい来てくれれば全然いいですね。ちなみにね、これで今4パーニョなので、どう、4パーニョってことは限界突破素材2個使ったら貫突か、さすがにな、無料の選手に2個は使いたくないな、ルイスペリーラ、さすがに無料の選手に2個は使いたくないね。これ3パーニョでいいんじゃない、ルイスペリーラ。あれ、なんかルイスペリーラ来るね、ルイスペリーラお前来るな、なんだお前、140連、残り140連、まあ来るでしょ1人ぐらい、さすがに。ちょっと甘く見すぎか、いや大丈夫、俺は信じてる、サクサク行こう。意外とね、うーん、ロナルダンとカントス、ロナルダンはもうカントツしてるんだよな。ロナルダン結構偏ったんですよね、初めの600連700連ぐらいでロナルダン祭りだったんだよね。さあさあ、あと100連ぐらい、さあ来い、あと90連サクサク来い、よいしょ、うーん、あと80連頼む、サンパーニョ、おっと、これはルイスペリーラ、おい、ルイスペリーラ来るね、4ペリーラぐらいじゃない今、3ペリーラ4ペリーラ4ペリーラぐらい来たよね今ね、まあまあいいでしょう。さあ、あと50連、
まあ50連ってね、結構多いからね、言っても来ても不思議じゃないよ。あと40連、こうやって考えると一番初めの時のあのガチャ 2% とかで引いてたのバカらしいですよね。50連とか引いても 5% でほぼほぼ来ないのに、一番初めガチャ 2% でしたからね。あれ2だったよね、5じゃないよね。5で大きいなと思った気がするんですよね、初めの方。本当にリリース当初、来ないね。さあラスト行こう。はい、ノーパーニョでしたか。まあまあ前半の方でね、2パーニョぐらい来てくれたからいいかな、悪くはないかな。だいぶ選手溢れてるなこれ、きっとな。回収するのめんどくさいな。あ、めちゃくちゃ溢れてるな。なんかボックス、もうちょい増やしてもらえませんかね。なんかボックス今3つあるじゃないですか。あの3つとかいらんからさわかる、みんなわかるよね、多分言ってることわかると思うんだけど、伝わると思うんですけど、あのね、いいんよ。なんか表示席とかさ、あのボックス分けんくていいから、一つのボックスに4000人収容できるようにしてくれればそれでよくないと思っちゃうんですけどね。まあまあいいでしょう、4パーニョか。めちゃくちゃいいんですよね、タックルマーク、ダイアップの鎮圧。やっぱ鎮圧持ってるっていいよね、ディフェンシブミッドフィルダーでね。はい、まあパスカット上がらないんだけど、マーク職人でマークさらに上がると、まあ、これだけね特徴で守備的だと嬉しいよね。ブッチが悪いってわけじゃないんですけど、ちょっとね守備できないんだよね。彼すごくパスに特化した選手なの で能力構成もね、パス AB とかっていう感じなのに対して、サンパニョねすごく守備的な能力構成してるんですよね。よいしょ、こんな感じ。もうめちゃくちゃ良くない？もうね本当にしっかり守れますみたいな。もうワンチャンセンターバックぐらいね守備能力上がるので、総合値的にはそんな高くならないんですけど、ただ守備能力で見たら十分強いよっていう、そういう選手ですね。かなりいいんじゃないかなと思います。まあテクニカルマークがね何の意味もなさないマークなので、ちょっともったいない気もするんですけど、まあそれでも十分でしょう。せめてタックルが良かったな。ただメインスキルはな、わがままだけどな。待って、なんか残り10連あったから10連引かせて、ここでパーニョ引いて勝とう。ルイス・ペリーラ来るね、来るペリーラだね。なんだろうね、まあいいか。そしたらじゃあこっち引こうか、どっちから引こうかな。悩みますが、キャンベルの方から行きましょうか。フランク・ランパード、ハリー・ケイン、ここら辺が欲しいね。てかね、ケインが欲しいね。もうね、あいついないと始まらんわ。ケインいないと始まらない。すいません、ケインが強いとか弱いとかじゃなくてね、ケインがいないと始まらんのよ。星4選手、まあ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 いいでしょう。シアラーの方はね、ちょっと生贄でいきます。生贄で、次のね、次のこっちで4枚でケインとランパード引いても勝ちよ。最近なんかちょっとガチャ運がない気がしていて、まあイブラヒモビッチとかそうだったんですけど、ちょっとね最近厳しめなんだよね。なんかメンタルがねやられそうになってるところなので、ここできちんと引いてね、私は勝ちを拾いますよ皆さん。さあ星4、みんながね飯がまずくなるようなそんな動画を私は提供したい。もうみんながねもうバットをつけたくなるような、もうみんながふざけんなお前っつってバットをつけるような、そんな動画を提供したい私は。さあ2人目来い。お、これはワンチャン星3だね。うん、まあ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 、あと2枚あるから大丈夫。ネイサン・レドモンド、さああと2枚、勝とう。勝たせて、俺に勝たせて。あと1枚、君誰だ。ハリス・セフェロビッチね。はい、どこのクラブの選手でしょうか、知りません、すいません。セフェロビッチファンの皆さんすいません、私は存じ上げない。ぐわ、まあ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 、ちなみに私交換チケットね、かけら1個集め忘れて8枚なんで5回引けるはずがね4回しか引けないんですよね。みんなねちゃんとミッションやってかけら集めてね、やり忘れると本当に辛いので、まあちょっとねまあいろいろ考えたんですけど、ハリケーンは取りに行こうかな。ガチャ引いて取りに行きます。ソル・キャンベルのガチャとかイングランド後半のね追加ガチャも待ってたんですけど、まああっちのガチャがねあんまり美味しくないのもあるので、ちょっと今回ね私ちょっとこの動画では取りに行かないんですけど、まあ後ほどね、後ほどというかね、ちょっとまあ明後日ぐらいにケイン引きに行こうかなと思います。ってことで、またそっちの動画もね楽しみに見ていただければということで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます。ちなみにねやっぱり星4と星5の差がすごくでかいなと思うので、貫突はさせないです。
とりあえず1人取れたらいいかな、いやダメだな、貫突させるつもりでいきますが、まあ、6% なんでね、あんまりみんな真似しないでいただけるといいかなと思います。特に無課金の方ね、無理にゴレアドールを追わなくても10%のガチャで引く方が美味しいと思うので、すいませんちょっと余談長くなりましたが、ぜひそっちの動画も見てください。良きゲームライフに乗ってます。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。